SR 埼玉のラッパー2、女子ラッパー、傷だらけのライム、公開記念。セイブザイレイユー監督、実製作映画は辛いよ特集 <laughs> そんな言い草はあるかっていう話なんですけどね。<laughs> はい、えー、現在公開中の映画 SR 埼玉のラッパー2、女子ラッパー、傷だらけのライム、えー、大変好評と聞いておりますが、えー、そもそも2まで作られている評判のいい映画なんだから、まあ、人気があってですね、えー、結構な話ですね、ということと思いきや、 監督のイレイさんは全然儲かってないらしい。 どうして実施制作映画ってそのに儲からないのどんな仕組みなのなどなど、いろいろ疑問の多いですね。えー、我々文学界にはね、えー、知らないことも多い実施制作映画の世界について、えー、埼玉のラッパーの監督、イレイユーさんにお話を伺っていこうと思います。イレイさんこんばんは。よろしくお願いします。はい、すいませんね、こんな。いい。こんな企画でね、めで、めでたいはずですよ。だって公開ね、バーンと決まって。そうですね。はい。はい。お忙しいさなかだと思いますが、ちょっと一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、まずはちょっと SR 埼玉のラッパー、 とは、みたいなあたりをちょっとざっくりね、あの、初めて聞かれる方もいると思いますんで、説明しときたいと思います。ええエサさん、まず、一作目ですね。えー、埼玉で、うだつあがらの生活を送るニートのラッパー、MC イクと、その仲間たちとのいけてない日常、別れや衝突を描いた青春映画、えー、2009年3月公開と、えー、第19回、夕張国際ファンタスティック映画祭、オフシアター部門グランプリ、えー、第50回、日本映画監督協会新人賞、ほか、これすごいですよね。 えー、受賞多数と。えー、そしてその続編である SR 埼玉のラッパー2、女子ラッパー、傷だらけのライムは6月26日から公開。えー、まあ、前作に続いて、えー、MC1 クたちが登場するんですが、群馬を訪れた MC1 クたちが出会った地元の女子ラッパー5人組、b ハックえー、20代も後半に差し掛かった彼女たちの夢と現実がコミカルかつシリアスに描かれると。まあ、これはざっくりした概要ですはい。あの、この番組とその SR 埼玉のラッパーのまず関わりということでいうと、あの、まあ、シネマハスラーで、 そうですね、えー。扱わさせていただいて、うん、ええー、で、まあ、その、いろいろ、いろいろ、なんていうんですかね、僕なりにこう思うところもあり、えー、タマフルのですね、シネマランキング2009というので、まあ、ね、こんな上から言うのもあれですけども、まあ、1位に選ばさせていただきましたと。えー、で、えー、今年の、えー、2 0 0月2月26日と3月5日、えー、新宿の映画館、俺たちのバルトナインで行われたタマフル映画祭で、えー、1作目を上映したりしたと。で、入江監督とトークショーをしたりとか、 あのはい。入江さんとあちこちでまた。そうですね。うん、要,は要は僕がすごい埼玉のほが褒めてるって言うんで、なんか、ね、みたいな、みたいな。いや,いや、いいやほんありがとうございました。した <laughs> なんか、あのー、不思議な縁でしてというか、はい、本当に。いや、去年1年間本当に歌丸さんとタマフルに応援していただいて突っ走ってきたんで。いやいや、もうね、あの、お役に立てたならよかったなと思って。 いたのですがということですよね、いいことじゃないですか、まあ、評判も良くていや、本当そうですね、賞もね、だって、ゆうばゆの最初のそれもそうですし、はい、日本映画監督協会新人賞って、結構、はい、もうはっきり権威がある賞で,、ね、ですもんね、1回目が大島なさん、さん<笑><笑>すごい恐ろしいですじゃあ、もう本当に、由緒正しいも何もっていう感じですよね。はい えー、で、まあ、2作目もこうやって順調に、まあ、バルトナインも結構、要は対策も普通にかかるような映画で、はい、いわゆるそのインディー映画がかかるよくかかる箱というよりは、まあ、普通にあそれこそなんか大きい映画を 3D 映画みたいになやってるようなところじゃないですか、うん、いいじゃないですかと思うんですが、はい、えちょっと気にかかるこう事項がありまして入江、えー、さんのです、ねまあ、ブログですね、えー、映画監督、慰霊遊日記 5月23日の記事に非常に気になる、えー、記事が挙げられておりました「えー、なぜか東京を去る理由」というあれでこれを僕は要するにに、まあまあ、界隈で話題になったブログですけど、まあ、僕読みまして「何?と」と <laughs> こんなそうなのみたいな感じになったわけですね、まあえー、どういうことかというと、まあ、10年以上住んだ東京を経済的な理由から離れることになったということですね、はい これまあちょっと改めてちょっとご本人から伺いたいんですが、経済的な理由からなぜということですかこれはあの、僕は2009年、ずっと埼玉のラッパーと、まあ、並走してきたんですよね、あの劇場公開とともにつまりどこかで、えー、と劇場で抱えるときは、必ずそこに行ってそうですね、舞台挨拶して、まあ、あと自分で配給もやってたので、上映用の素材を作ったりとか、あ上映用の素材ってどういうの,ですかあのテープですよね、上映するためのを、はいはい、自分でこう、まあ、コピーしてとか、あそっかそっか。あ,あと 何気にチラシとかも自分たちで作ってるので、そういう作業をずっとやってた要するに映画周りの,その公開にあたって必要なすべてを手配とかをしてたので、で,、ねはい、で自らも稼働してやってたりしたと、はい、ためまあ、あのー、最初ね、携帯がちょこちょこ止まるようになったんですよ、携帯が止まるようになった <laughs>、うん、なんかあいつ大丈夫かみたいな空気がちょっと漂ってたんですけど、さすがにまあ今年の頭ぐらいからちょっとやばくなってきて、うんうん、経済的に、はい、それ、いろいろな仕事を断ってた理由もこともあるんですけど、うん でちょっとまあ立ち行かなくなったっていうのが立ち行かなくなった、ね、普通に考えたら1作目も評判いい2作目も順調に出来上がって公開も決まってる、はい、立ち行かなくなったっていうでそれの理由としてそのブログに SR 埼玉のラッパーが予想以上に評価されたためっていう、はい、ことをおっしゃってたんですよど,ど,うどうしてそういうことになるのかあの、まあ、普通の映画の規模でもその1年ぐらいずっと上映してるってなかなかないんですよねあ延々と。 で普通、大体、あのーまあ、3か月とか4か月長くても、はい、で上映をこう終わって、ええ、まあそれでこのいろんなスタッフとか解放されるんですけど、うんうん、それが予想以上に長かったので、あちこちの地方で評判がいいから、それまで予定いなかったところも上映が増えていったりして、はい、でもね、ね、いいことじゃないですか、うん、みたいな感じするんだけど、伸びていくと、伸びてくとどううなっちゃうんですかその期間、ずっとその映画のまあかわることにずっと仕事をしているので。はい それ以外のまあまあ収入源がないっていとうことですねあなるほど、うん、もうずっとかかりきりになってるから、他の作品を撮るとか、ね、で,ねはい、できなくなっちゃう。あとまあ海外の映画祭とかも呼ばれていくんですけど、はいはい、その期間って、交通費は出たりするんですけど、うん、まあ基本的にはその間はずっと収入ないので、どどんどん減っていいくという食,食費とかもそうかかっちゃうと。うねはい、あなるほど、えー、ということは、その盛り上がって、あちこちで上映されればされるほど、 えと収入的には空白ができちゃうっていうことなんですかそれってさ、あの普通に素朴に考えたら、公開されてチケット、僕らチケットお金払って入ってるじゃないですか、えでもそのお金ってどう、監督のところに行かないんですかっていう、あのー、来るんですけど、意外とです、ね、そのやっぱり東京はすごい盛り上がってるんですけど、はい、地方は結構きついんですよ、工業というかそ,のそんなに入ってるわけじゃない、うん、東京もあの意外と盛り上がって、満員の席とかあ、満員の会とかあるんですけど。ええ 基本的には夜のレイトショー、1日1回なので、はいはい、昼間、ずっとやってる労働者に比べると、全然お客さんの入り自体はまああ、数にするとそんなにないあったりっていうことそれもあって、あと、その収入っていうのは、監督に直,直で入ってくるんですか、それは。えっとね、あの劇場公開ってやっぱりちょっと複雑で、はい、あのまず映画館があって、その次に配給があって、<ー>でも宣伝があってっていうふうに。 まあこう一番、なんていうですか、作り手側にお金が戻ってくるのが一番遅いんですよね。大体どんぐらいかかるんですかええとね、半年とかは全然タイムラグはありますね。じゃあ、直接それを当てにすることもできないままうそうですねままに過ぎていく、合間にその例えば、お金になるちょっとした仕事をちょっとちょろちょろっとこうしてみたいなことは不可能だったんですか、はい、あの 前、あの、タマフルで、えっ、ー、と、博物館の特集やってたじゃないですか。はい,はい。僕は、あの、昔、あの、別の上野にある、あの、国立科学博物館っていうところの映像の,、うん、映像の仕事とかしたんですよ。お<ー>あの、あそこに展示されてるプランクトンの映像とかはい、はい、撮りに行ったりしたんですけど。へ<ー>そういう仕事をすると、まあ、それなりのギャラがもらえるんですけど。それでも、まあ、完全になんか、例えば作家的なものとは全く関係ないでしょうね。<laughs> うまあ、入江りりが作ったっていうふうにはならないんですけど。はい,はい。やっぱ、そういう仕事を、まあ、すると、それなりに、こう、収入源になるんですけど。うん,うん。 やっぱそれもそれで時間がかかるんで、はあはあ、その映画とそういう両立できないっていう。あやっぱりそのこっちでかかっているときはそれはできないということになっちゃうん、ね、で、ねはいは。なんか例えば、えー、とその新人賞ですよね、とこまで取ったら、はい、いわゆるそういう、もっとこうビッグバジェットのなんかこうオファーとかくるんじゃないんですかいや、そんなになかなか進まないですよね。あ、そうですか。結構、ね、いろんなそのプロデューサーの方から、はい あのー、お会いしたいってい話をもらったりするんですけど、はい、そんなにすぐには動かないので、あそういうもんなんですか、でもオファーはやっぱりそれなりにあったりしたオファーというか、一緒になんかこう企画を作りましょうみたいな感じなので、じゃあそれはそれで結構時間がかかっていっちゃうし、結構、そのいわゆる PV とかコマーシャル的な仕事っていうのは、ほとんど断りましたね、今まで。<ー>はい、それはやっぱりその 映画が公開してる間はその時間がない,いないっていうことですねそれと気乗りがしないとかもあるんですか気乗りしたののちょっとありますね<ー>うん比較的乗りちょっとうーんっていう感じだったとそうですねということはじゃあそのどんどん公開が広がっていくほど収入は途絶えてしまうと、はい、でついに限界が来てということなんですかね、はい、そうですね、うん、ということはすごく僕からすると入江監督まあ要はそのなんていうのかな僕も評価してで褒めてでえじゃあ何それが 首を絞めてしまったのみたのみいや、そういうことではないですけどね、うんうん、ねでも、なんかじゃあどう、どうしてそういうことなんだろうと、要はその評価の状況と、実際の経済状況が真逆だとい,う、うん、いや、うさっきお話したようにその、やっぱり地方がきつくて、はい、あの正直に言うと、タマフルがなかったら、多分地方の公開は決まんなかったと思うんですよ、いろいろ大阪とか名古屋とか札幌とか、舞台札行ったんですけど。はい 結構やっぱ、タマフル聞いて見に来ましたっていう人が多くて、それはね、嬉しいことですけど、うん、でやっぱりそれで盛り上がってるんですけど、相当やっぱりアンテナが高い人くらいしか地方は来ないんですよねうん、うん、なるほどなるほどあの自主映画なんでその、CM とか新聞広告とかはできないんで、はいはい、やっぱり僕らとしてもその伝える手段がないというか。ははい、はい ブログとかツイッターはやってますけど、それ以外に埼玉のラッパーっていうタイトル自体も地方で見にくいじゃないですか、まあそうかどこだよ、埼玉って話になるっていうかね、なんだろう、その知らんがなってことになりかねない。相当感度が高い人が来てくれたっていうことなですか これはまだまだ僕ら力不足ってとこもあるかもしれないけども、一番遠いところでは苫小牧行ったんですけど、苫小牧は、マイティっていうキャラクターの地元なんですよ。僕とマイティだけで行ったんですけど、やっぱ支配人がすごい映画好きな人で、せっかく来てくれたんだからって言って、初日に飲みこう、入れい行くんって言われて、バンバン飲ましてくれるんですけど、どう考えてもそれ、映画の上映量と多分総裁しちゃってるだろうぐらい、そんなに飲ましちゃったら、そうなんですの 愛、まあ、だけでやってる人だったりするんで、そうすると、僕らもその自腹で交通費かけて行ってるんで、<ー>上映料もらっても、とんとんになっちゃうんですよね,あのね結構頑張って、僕がその最初に池袋見に行った時点でもすごい頑張って、宣伝、はい、あのみんな体を張った、うん、あのフリースタイル宣伝活動をしてたりもするのは聞いてたけど。うんうん やっぱそれはあ,れですよ、ね、ある意味、出演者にも負担になってきちゃう感じですよね。そねはいまあ、彼らもその出演、他の仕事とかを断って舞台説来たりするので、やっぱりそれはね。あのまあ 自分だけじゃなくて、いろんな人にやっぱ、負担なるほどなほど。でもやっぱり地方に行くと喜んでくれるから、行きたくなっちゃうんですよ、ねはい、うんうん、まあ、<お>それやりたいことでもあるんだけどとそうですね、大阪行った時にそに、女子高生みたいな人が、はい、シェマハラーハッスルの歌丸さんの票を聞いて、見に来たんですって言って、最後のラストシーンで、はい、号泣す、号泣面って言われてたんで、はい、号泣するかと思ったら爆笑しちゃったんですよっっ私っておかしいですかって、すごい真剣な顔で聞きに来てくれて、はい。 それはいずれ号泣する日も来るかもしれんよっていう話ですからね、うん、そういう人とやっぱ話すっていうのはなかなかない機会なんで、えー、あそうですかうん、うん、まだあんな挫折を知らずに良かったねみたいな話だから <laughs> ああそうあでもそれは嬉しいことだしいそういう直のさその声も聞きたいからこそ行かれるだろうし、はい、あとやっぱ入江さんだったらこう 映画館で見てほしいっていう気持ちがやっぱり映画館で見ることを想定して作ってるんですよ、長回しだったり、引きの上だったりっていうのも含めて、やっぱり大きな画面で見てもらいたいっていうのが一番あるんですよねうん、うん、DVD もね、あのー、もうちょっと例えばそのこういう規模だったら、早いサイクルで出る作品もあるけど、はい、なかなか結構引っ張ってたって言い方よくないけど、うん、遅かったですよね、出して出るの、ね やっぱりそれは映画館の,あの監主の人が、うちでも上映したいって、いろいろ声を上げてくれてたので、はいはい、DVD 出ちゃうと、映画館でかける意味はなくなっちゃうんですよねそれから途絶えるまではみたいな、途絶えるというか、一段落つくまではみたいな感じだったんです,かそうですねちなみに、DVD だとが売れました、はい、だとそれは監督にある程度入ってくるわけですよね、やっぱり。えと入ってきますね、でもそれもやっぱりタイムラグがあったりするってことですか。そそうですすねかなりりりタイムラグがありますし、はい、やっぱりその アマゾンとかそういういろんなところを経由しちゃうんで、はい、あのなかなかそれが全てダイレクトに反映するってわけではないんですよね。なるほどなるほど、うん、そんなにそれで当てにできるほどじゃないそうです、ね、ましてね次のもどうやって作ろうみたいなことになってくるとうん、うん、生活するので精一杯だったりするとみたいなことですよねそうですね自分の生活立て直してからってなりますね、うん、これ要はいい映画を作りました評価されました、うん であちこちで俺っちも上映したい、まあ、もちろん地方でその、なんていうかな、そういう情報が行き届ききってないにしても、そういう声が上がって、うんでまあ、少ないながらもこう、こう、なんとか、フィードバックもある、まあ、いいじゃないですかと思うんだけど、こうなっちゃうと、これ、ど,ど,どうすればっていうか、いや、僕もね、どうすればいいか分かんないですけ、ね、さんは、その最初にされたのラッパーが、まあ、予想を超えて評価良かった、はい、大体どのぐらいの塩梅を考えてるんですかその 例えば公開期間とかみたいな、そういうこといや、あのね、僕は作ってるときは、劇場公開してもらえるかどうかわからないぐらいの気持ちで作ってたんですよねもう、どうなるかわかんない、わかんない、それを池袋シネマラさんに持ってったら、いや、面白いからやろうって言って、まず2週間だけの公開で始まったんですよ、東京だけ2週間で、しかも初日満員だったんで、すごい満足してたんですあもうやったと、俺はやることやったみたいな、そうですね、そしたらそれ切り上げて、次の何かを、普通に、あ まあ、あ,のあれか、えーと、夕張の一応、スカラシップというか、はい、あの助成金があるから、それで自作を作ろうかな、はい、っていう感じだったわけですかその池袋シネマロスさだけでは、あの自分が僕が貯金をはたいて作った制作資金っていうのは回収できないんですけど、はい、まあ一つそれで区切りがつくというか。はいはい あのそれ以上マイナスになることはないんですけど、うんうん、そのあと、さみだれ式にいろいろ全国回っちゃったっていうのは結構大きいですね、うん、じゃあ、やっぱ評判が広がっていったことが、うん、<laughs> 皮肉にもというそうですね、あと、まあ、僕、ちょっとこれ、最近思ったんですけど、えー、映画の内容が、そのやっぱ僕はね、暴力映画とかだったら、これが、はい、そこまで広めようとしなかったかなって気がすするんでというとうの埼玉のやっぱ、うん、見ていただいた方は分かると思うんですけど、あのえー 半径1メートルからどこまで声が届くかっていう勝負なんですよね。うん、内容自体がそう内容自体が、すごい狭いところで、僕らも埼玉の,あの深谷市ってところで撮ってたんですけど、はい、どこまでその声が届くのかっていうことをテーマにしてたんで、映画がそうだけ広まっていくのに、僕らがその宣伝を途中でやめて、切り上げちゃうっていうのは、多分映画に嘘をつくことになるんですよね。<ー>うん、ねまさにその届け俺の声っていうね、そう,そ,うそういう話ですもんね。うん、あなるほどつまり この映画自体が、そ,のそこまで連れてってくれるところまではいかないと、うん、っていうことかだから多分、僕らも作った方としても、映画に背中を押されたっていうのは結構大きい、あとやっぱりお客さんに背中を押してもらったっていうのはすごい大きいんですよ、ねほうほうほう。というと、それはやっぱり、声がこっちでも見れないのかとか、いま<ー>だにやっぱりあの九州で見れないのかとかっていう問い合わせいただくんですけど、はい、そんだけ熱烈な人がいると、うん、こっちもやっぱり何とかして届けたいっていうふうになってきて。はい それやっぱり金銭的な問題じゃないんですよね気持ちはあるけどもただそれです、ねはい、生活できなかったりさそれで入江さんはそれで次の作品撮れないような状況になっちゃうとしたらそれはすごくこっちとしてはさ応援している身としては、うん、えそれは本意じゃないんだけどみたいなでもねあの映画一本作るって今日本の監督相当やっぱり大変なので、はい、僕はこ埼玉のラッパーがこうずっと続,か続くんだったら、はい、次の映画まだ。 先になっっててもいいと思ってるんですよねあこの上映が、まだその波が届くとこまで行くんだったら、だから、あのー、の、うん、一昨日までそのニューヨークの映画祭行ってたんですけど、はい、呼ばれるんだったら、ずっとこの映画と一緒にもう並走してやろうっていう気持ちはありますね熱いニューヨーク、ちなみにニューヨーク、どうでしたニューヨークね、すごい盛り上がったんですよ、埼玉、はいあのー、ラッパー1と2、両方やったんですけど、はいはい、歓声が湧いて、<ー>アメリカ人が結構、あのー、大げさに笑ってくれたりするんで。はいはいはい 始あっそう <laughs> へえあの僕ねこれをだからその僕は自分自身も日本語ラップやってるし、はい、その日本語ラップっていうのの置かれているまあ気まずある種気まずい運命というか、はい、さだ定めを描いてるというところでやっぱすごくハマっちゃったところもあるんだけど、はい、アメリカ人どう見るんだろうっていうのは いやあの僕は一人,人で行ったんですけど、はい、感想を取ってきて、ユーチューブに上げたんですけど、はい、すごい結構やっぱり、夢を追うこととかみたいなのは共通してるらしくて、本当ね、怖そうな黒人の人がいたんですよ、4人ぐらいでずらーってなんでて、うん、うん、わ、嫌だなと思ってたんですけど、うんうん、すごい話したら分かってくれてて、はいはい、お前、アメリカのラッパー誰が好きなんだとか、あちゃんと普通にそういう会話に、あと普通にあの向こうで頑張ってる、日本人 のラッパーの人とかも見にててくれラップで感想言ってくれたりしましたねおお<ー>、うん、そんなそんなダイレクトにさこうやっぱ手応えがあると、うん、確かにそれやめられないやめられないですよねですね、うんはあ、ただそれはあるけどどうしたもんですかねじゃあねっていうその要はうまくお金が回ってないシステムってことですよね、まあ、映画業界自体がちょっとあの 疲弊しててるるっていうのもあると思いますけどねやっぱりそれはあの映画自体はそのメジャーなものでもっていうことです,かうそうですね。ちなみにこれっていうのはその実習制作映画界っていうのの普遍的な構造的な問題なんですか、うんあのまあ、実習制作映画はその劇場公開されること自体がまず珍しいんですよ、ね。ほうほうあ じゃあねちょっと後ほどその実際作映画界、一般についても話を伺おうと思ってたんだけど、ええじゃあ、どういうところを目指してっていうことですかやっぱりあの、まあ、あの映画祭で賞をもらうとか、<ー>まず映画を見てもらう機会を探すことから始まったり、そうか自分たちで上映会を開いて、お客さん呼んだりとかっていう単発のまあ機会しかないですよね。いきなりじゃあその一般の映画がかかっているような劇場にかかることじゃがまあ異,例異例ですね。 何とか回していけるみたいなのがあるんですかそういう。いや、えっと、基本的に自主映画って、その、回収することを考えてなくて。そうか。 あの自分が監督としてやっていくための、うんまあ、名刺代わりになればいいっていう、大体思いで作ってたりするんで、うんうんうん、それ自体でも受けようとは別に思ってない,てないですよね入江<ー>、うん、さんの場合はどうなんですか、これはどう、そ,そもそもその前に、まあ、その商業的なベースの作品も作られてましたよねそうですね、うん、V シネマみたいなやつ作ってたんですけど、大体、はい、あれってもうその予算の中で、じゃこの予算なんで、3日で取り終えてくださいとか言,って言われるんですよ。はいはいはい で大体ですね、埼玉のラッパーみたいな映画って、メジャーな俳優は出てないし、派手なライブシーンとかもないんで、どう考えても制作会社に持っていっても、うん、あの断られるってのは分かってたんで、自主映画にしたっていうのは大きいですねじゃあ、もし別にそれでお金出すよっていう人がいれば、それでもよかったですけど、はいはい、そこはやっぱり、どうしても経済的な要請って出てきちゃうんですよね、この俳優を使ってほしいとか。 ちなみに、あの、今回の2は、見た人の感想でもね、こう、一段とメジャー感が増したというか、一作はものすごいやっぱり手作り感あるあれだったけど、実際僕もそう感じたんですよ。あのー、なんていうかな、まあ、岩松亮さんとかも出てるってさ、はいあ、安藤桜さんとか出ててさ、あのー、なんかメジャー感、多分普通の、何にもその実践作画映画とかの境目知らない人が見たら、普通の日本映画じゃないけど、と思って見ると思うんですけど、うん、どうなんですか、実態の方は。 あれはその、ユーバリー映画祭の助成金がベースになってるんですけど、はい、まあ、1と比べて、その、まあ、数倍しか変わってないですよね、予算規模は。ただ、まあ、あの、1位で応援してくれる人が増えたので、はい、例えば、あの、カメラをソニーがタイアップで貸してくれたりとか、あと、まあ,あ、飲料メーカーさんが飲料を提供してくれたりとか、うん、そういうのが少しずつ、まあ、 積み重なっっっってててちょっと楽になってるっていうなるるい、ね、うほ、んまあ、んか単純に絵的にちょっと若干ゴージャス感も増してるなっていうのはそういうところだったりするんですか、ね、あとはまあ普通にその作り手側の僕らが、はい、あの慣れたっていうスキルアップしたっていうああなるほど、まあ、結構それが2をすぐ作る動機だったりするんですけど1位は終わってその経済的に大変だからって言って間を置いちゃうと、うん、俳優も僕らもそのギリギリのところで作ってたので、はい、もしかしたら俳優はその 俳優業やめちゃうかもしれないとか、作曲チーム、うん、ラップの歌詞をこう練ってくれたりするやつらも、はいはい、もしかしたらもうやめちゃうかもしれないっていう、せつぎわで作ってたので、そのノウハウをここで、まあ、立つわけにはいかないなと思って、すすぐ行ったんですよねあでなおかつ続編ということも、そう,そうです、そうです。なるほど。でね、まあでも、それで実際、見た目も良くなってるから、いいと思うんだけど、中の経済的なあれはもういっぱいいっぱいだったと。 いいいっっぱぱ、ね、<laughs> なんかね、あのはい、これはちょっと例にうっかり出してしまいましたけど、その他の,その映画祭の,そのスカラシップと比べて、丸が一桁違うんですよみたいなことをおっしゃってあそんなですかっていう、ううでもまあその制度自体はすごいありがたいことなんですけどね。あのそういう例えば、えー、助成金とか、はい、なんか、例えば国からなんかとかっていうのは国からはね、なかなかないです、やっぱりその、ある程度認められた。 映画の規模っていうのがあるんですよね。はい、それを下回った映画に対して、やっぱり助成金で出ないんで。<ー>うんね、あのー、今日取り上げたアカシアなんて、一応文化庁。 なんとかって出ましたからね。あ、そうなんですかいや、だから多分国のこっ、うん、ら金いってんじゃないですかああ、なるほど。ね、それを聞く,、うん、聞くとなんかさっきまでのなんかお気楽な調子の評論がだんだん、ね、<laughs> そんなんでいいのかみたいな感じで、だんだん怒りがふつふつと湧いてこなくもないんだけど、うん、ああ、そうですか。ちょっとね、あの、まずその実施制作映画の世界みたいなのがまだまだちょっと僕ら、例えばどういう、どういう風に作られてってとか、あの、一般的にどうなのかみたいなちょっとまだまだわかんないあたりなんで、ちょっとそこら辺も考えていくと、 どうやったら異例監督を食わせられるのかっていう。いやいやいや。<laughs> あたりがちょっと浮上してくると思うんですけど、うん、じゃあちょっとここらで、あの、埼玉のラッパー2の、毎回あのサントラが素晴らしい。<あ>サントラとかも売ってるわけですもんね。はい、売ってます。はい。これもだからその、ね、あの、他よりも、ただ映画公開するだけじゃなくて、その収入が一個多い感じがするんだけど、なかなかって感じですかそうですね、あのー、このサントラが売れると、あのー、その作ってる作曲家とかに、はいまあ、ギャラが払えるみたいな。 ということは、現状はやっぱりみんな、基本は、ま、のギャラをいきなり払うというわけじゃなくってことですかえっとね、1位は本当、ゼロだったんですけど、うんうん、2位はその女性金とかあったんで、気持ちいい程度は払えましたね。でもやっぱり普通の映画の規模に比べたら、全然少ない、ね、なるほど、なるほど、じゃあ、やっぱりサントラ買えば買うほど、少なくともスタッフたちは、あのキャストスタッフたちにはこう回っていくうじゃあぜひね、買っていただく、はい、前聞いたあの話だと、SR された最初のサントラ、僕はものすごいあちこちで、<laughs> あの。 映画史上全体のサントラの中のサインあげるという無茶苦茶な褒め方してたけど、<laughs> あの、1000枚吸って、それは何とか吐けたんだけど、調子がいいからって言うんで、プラス1000枚吸ったっ。はい。で、それが完全に余っているっていう。<laughs> そうですね。あの、タマフレ映画祭でちょっと気を良くしちゃって、<laughs> 追加で1000枚頼んだら、7枚しか売れなかったんですよ、ね。<laughs> あの、数字、数字の読み方が甘いです。<laughs> 甘いですざっくり頼んじゃった。<laughs> えー、あと今回の、じゃあ、えっ、ー、と、埼玉ラッツー2のサントラも当然出てるわけですね。その劇場で買えるわけですね。はい、じゃあそこからちょっと聞いていただきましょうか。えっ、ー、と、じゃあ、B ハックの、あの、最後に、 流れるバージョンですね。ああいうバージョンの方ちょっと聞いていただきましょうか。えー、いつかきっと、B ク今回2で何が好きって僕これの流れるエンディングなんですよね、もう。あ,<ー>あそこがもう本当にすごい好きで。 っていう感じですね。はい。まあ、あの、埼玉のラッパー2と、あとその、あれですね、あのー、ニューヨーク、ニューヨークあんぎゃ話でちょっとね、今ちらっと聞いて、それ面白そうだからちょっと聞かせてくださいみたいな話もいくつかあるんですが、えー、一旦 CM を挟んで、異例ゆうかとこの話、まだまだ伺っていきたいと思います。 tbs ラジオライムスターたまのウィークのチャップル今夜は SR 埼玉のラッパー2女子ラッパー傷だらけのライム公開記念セイブザ・イレイユー監督実製作映画は辛いよ特集として映画監督のイレイユーさんに実製作映画の世界についていろいろお話を伺っておりますまぁ、あ、辛いよなんて言っちゃうとね、うん、ちょっとこれからあのやろうっていう人に対してもちょっとねあのあんまりネガティブな話はしたくないんだけどイレイさん的に 実施作映画、まあこ、これはね、もう本当ギリギリ、あの、配信の陣で作ったのが、S、SR の埼玉のラッパーだとして、はい、あの、こういう感じだって分かってましたいや、全然分かってなかったですよね。<ー>それこそニューヨークまで行けると思ってなかったですから。うんうん、まあ、一方で、その、要は、受ければ受けるほど儲からね、うん、あの仕組みというか、みたいのは、その、想像されてましたいや、全然想像してないですね。<ー>うん、逆に、この実施作映画業界で、 そういう、なんていうかな、うまく回ってる、つまり作品も作り続けられて、要するにトントンでもいいから、みたいな人はいるんですか僕ね、最近調べてるんですけど、日本ではあんまり聞かないですよね。あそうですか。まあ、ちょっと規模は違いますけど、あのー、若松監督って、若松さんとかも、まあ、結構自主制作の、まあ、ちょっと規模大きい形で作り続けてますし、うんはいまあ、大御所中のね、そうですね大御所だから、年場流も当然あるけど。うん、あとね、うんまあ 自主映画って結構、いい作品もあるんですよ。あの、はい、シネマスラーでも言われてましたけど、筑波監督の「今僕は」とかって、もっともっといろんな人に見られていい作品なんですけど、はい、やっぱりその、なかなか届かないっていう。筑波監督も全く実は同じ事態で、はい、その「今僕は」が上映されてるときに、やっぱりその観客にいろいろ、まあ、トークショもあるし、はい、話もしたいからっていうんで、まあ、ずっといるじゃないですか。うん、そうするとあの、割とあの、登場人物の、あの、なんだっけ、えっと、あの、被告少年、なんだっけ、あの子、 んなんだっけ登録じゃねえなんだっけ <laughs> ひこもり少年の、を自分で演じてるけど、あんな人じゃないのに、だんだん本当に近づいてきちゃったみたいなこと言ってて、本当に収入がないんですみたいなこと言ってて、だから、まあ、今にして思えば、その入江さんのブログ読んで、あ、そういえばちくまさんもそんなこと言ってたなと思って、じゃあ、でもね、なんとかしてあげたいのは山々、あげたいってそんな偉そうな話じゃなくてなんとかできないもんかなってのは山々だけど、という。いや、じゃあ、やっぱ、みんなその、え、実製作映画界で、ある程度名を売ってから、 まあなんていうのかな、ビッグバジェットの、その、世界に入っていく。うん、出世していくみたいなことなんですかね。っていうのが、まあ一つの、まあ、成功事例として。成功パターン。パターンなんですかね。はい。ただ僕は、その、片一方で自主制作映画に戻ってきてもいいと思ってるんですよね。いわゆる商業的な、そのギャラもらって監督として雇われるだけじゃなくて。はい。 もうどうしてもこれ自分で作りたいんだってものがあったら、はい、無名のキャストと仲間と一緒に作る場があってもいいと思ってるんですよ。うん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 。それこそたぶ韓国だと息もできないとかも、はい、まあそういう例だと思いますし、はいはいまあ、あれも完全に排水の陣で、ねうん、作った映画だっていう話ですし、そういう映画の方がこうが、魂がこもってることって往々にしてあるんですよね。はい、あのー、あれですよね、排水の陣映画ってさ、<laughs> 結構その特別な一本になっちゃったりしますよね。もうこれでがダメなら やめようと思って作ったっていうのが往々にしてこう今のクラシックだったりすること多いからまあそういういことななのかなああの息もできないの監督とかはもう、あれですよ、もうも映画は作りたくないつって言って、あのなんか犬の散歩してるって言ってましたからね、出し切っちゃった、出し切っちゃって、でもそれも分かるぐらいのね、もちろん力作ではあったけど、<laughs> うんうん、ちゃんとね、例えば日本で公開されて。 ちゃんとお金いってんですかね、イアン・イクチンにね。あの、彼はそれなりにやっぱり、肺炎もしてるので、大丈夫らしいですけどね。ーはーはーうん。うんまあ入江さんはもともと、だからさっき言ったように、非常に、まあ商業ベースの中でも結構、きつきつの商業ベースでやって、やっぱそれはもう、限界を感じたってことですよね。うん、あのー、もうちょっと自由にやりたいなというか、あや、やっぱそうなんだ。あの、それこそ、3日で取らないといけないって言われると、 絶対あの埼玉ラッパーみたいなラップのシーンとか作れないですよどう考えてもその場でもっといい歌詞がないかって言って悩みながら作ったりしてるので、うん、なるほど例えば、はい、なんかそのテレビ局主導のなんか企画でですね、はい、なんかとにかくあの予算は一応その埼玉ラッパーよりはるかにある状態で話 来ることだってこれからないとは言えないと思うんですけど、あったらどうします、なんか、企画次第い、や、うん、企画次第では全然やりたいと思ってますし、それこそ僕、昔のハリウッド映画で育った人間なので、ジェームス・キャメロンとかスピルバーグみたいな規模の映画って、すぐ作れると思って映画界入ったんですよ、すごい勘違いなんですけど、もうやってるぞと、アバターやってるぞと、やるかっていう、だからいつでもそういうのやりたいなと思ってるんですけど、まあ、ある。 1点だけ譲れないとしたら、その自分がこの映画を撮る意味があるのかっていうことですかね。じゃあ別に他人の脚本でも全然良かったりするってことですか。はあ、あのー、そう、なんか、そうですかでと、じゃあ、えっと、例えば、世界的に、まず、そうだな、実製作映画って、根本の話としての定義みたいなところってあったりするんですか、はい、えっ、ー、とね、やっぱりあれだと思います監督なりが自分でお金を全部。 ということは、あじゃあ、かなりそのなんていうかな、やっぱえ規模っていうか、監督自身がその作り手が、その直で作ってるものっていうそうですね、大体の映画館で今、見られるような映画っていうのは、あのーまあ、別のところからお金が集まってきて、はい、でこの企画に対して、どの監督を雇うかっていう、監督に対してギャラが払われて。 監督がその、まあ、作るっていうのは大体普通ですよねじゃあやっぱりある程度から規模先は実質制作映画とは言わないっていう言わないですね<ー>、うん、なるほどほんほんほんあの通常じゃあその例えばどういう手順でその映画を作っていくっていう感じなんですかね実質制作映画の世界っていうのはえっと僕の場合はその映像の仕事をして、まあ、貯めてお金を貯めてまああのー シナリオを自分で書いて、はい、で、あのー、俳優に電話して、うん、まあ、今回の場はラップできるって聞いたんですけど、ラップできるラップできるって、できますって言ったんで、うん、じゃあ、っていうで、もスタッフを集めて、そのまま。 撮影に入るんですよ、ね、あじゃあ、本当にだから思ったままのものを思ったまま作るっていう、そうで,すできる範囲の中で作るっていうことですか、うん、この時点で、自主制作映画が普通の映画と違うのは、はい、劇場公開とかを決まってないまま作り出すっていうのが分まず作っちゃう、作ったものに対して、まあ、あの評価をこう、まあ、いろんな人に見てもらって求めるっていう。はい で,まあ、でも、じゃあということはやっぱり映画祭とかに出したりということですか、千曲、ね、監督もね、その日本ではまず評価されない感じがしたから、うん、なんか見切って、先に映画祭、海外で評価される手はないかつっていうまあいっぱい送ったみたいなことはおっしゃってましたけど、うん、それは多い感じですか、やっぱりえほとんどそうだと思います大体、これちょっとね、入江さんが把握できている範囲っていうのもあるかもしれないけど、どんぐらい作られてるもんなのいや、分からないですね、あの僕はその日本大学の芸術学部 っていうその映画を勉強する大学に通ってたんですけど、はい、そこだけでもやっぱり1年間に数十本の,その自主制作映画っていうのを作ってたので、はい、そういう映像とか映画の専門学校とか大学だけでも。 無数に日本でもある要はさ、例えばユーロスペースとかこう、そんなに大きい規模じゃない作品で、そのまあ、インディー映画的なさものをいっぱいかけてるとこあるじゃないですか、はい、あれはじゃそ,その定義から言うと、ちょっともうちょっと規模が大きいものってことになるわけですかそうですね例えば川の底からこんにちはとかっていうのは、うん、それは定義で言うとどういわれるあれはもう、あの多分監督、あれお金払ってないと思うんで、<ー>自主制作映画ではないんですあもはや、そうか、そうか、はい、PFF の,あのスカラシップで撮ってる。 けどそうあと、政策委員会になってるので、うん、PFF 以外の出資者もいると思うんです、ねはい、は,いはいはい。入江、うん、さんもでもその、ね、食えなくなるほど食い詰めるぐらいだったら、なんかそういうやり方ないんですかっていう気が、どうしてもしちゃうんだけど<笑><笑>いや、それ、結構、能天気にその1年間やっぱりやってたっていうのが、自業自得って言えば自業自得なんですけどなんか、入、え、江、ー、さんが言ってる、でもこう要するに、 同じようなことで食い詰めてる人は結構いるってことですよね、うん、やっぱりでも、くま監督とかあの、あと、去年公開したイエローキッドのマリコ監督って、仲がいいんですけど、話聞くと、やっぱり同じような状況ですよね。なるほど。で僕はそれ、たまたまそれ知らなかったので、こういうことがあるよってんで、ブログ書いたら、ははは意外に見られちゃって、あでも大人になると言っちゃいけないことがあるんだなとか、ちょっと最近思ってるんですけどえそれは怒られたりしたんですか、やっぱ <laughs> ちょっと早いんじゃないのとか言われましたけど、ね。早い、うん、というととう まああの,サイトのラッパ2、これから公開なあ、こんな景気の悪い話、あ,はいはいはい、あとニューヨークでもなんか、ニューヨークに住んでる人に読んだよとか言われて、そこまで広まると思ってなかったですけどねニューヨークでねあの、この番組でもおなじみ、あの精神・選挙でおなじみ、相、えっと、田監督にお、はいね、会われたということなんですけど、相田監督なんかは、まあ、まさに自主でやられてるで、ね、人ですよね。はい、アメリカのののそそういういインディー映画のその 業界まあ、世界のインディー業界とどうですか、比べて日本はあのー、基本的には変わらないんですけど、うん、やっぱ相田さんがその言われてたのは、あの精神とかまあ選挙は、ドキュメンタリーってこともあって、海外のテレビ番組とかに結構売れてるんで、ああ買ってもらえてる、うん、<ー>日本国内だけの収入よりも海外の方が多いって言ってましたね、だからそれ作ったことによって、1年間ぐらいは生活できるっていう。あとはその 別の仕事、単発の仕事で、ギャラが日本と全然違うんで、ちょっと困ったら、CM なりをちょ,ちょっと作って、食えるとのそ,その,その,そのさっき言った、ちょっと小遣い稼ぎに商業的な仕事をやっちゃえばいいじゃないですかって、それではちょっとやれば、いかなりいけるぐらい、稼げるからるっ,てっていうことだ、ね、やフリーランスの地位はすごい高いって言ってましたねあそうですか、うん、やっぱ日本だと、逆にそれはもう精神的にも精力も使うだけで、そんなに儲かるわけでもないしっていう感じになっちゃう。うん ーじゃあ、ちょっと待ってください。じゃあ、どうすればいいんですかね、これね <laughs>、はいなど。なんかこう、もちろんいきなり解決策っていうのはないと思いますけど、やっぱりこれ聞いてる人の中には、これから映画作りを志す人も当然いると思うんですけど、どういうのが理想のこう上がり状態、まあ、ちょっと理想の状態でもいいですけど、理想の上がり状態って想像するたどういう感じなんですかね。どうなんでですかね、あのー、でもね僕はその自分が 去年やってきたことっていうのは間違ってないと思うんですよ。まあ、ね、だって評価されて、それに答える上からあちこち回ってっていうのはね、全然間違ってないはずですよね。そうですね。ただ、その、まあ自分でブログ書いたから言うわけではないんですけど、そういう問題があるよっていうことをまずオープンにしていけば、その問題に対してなんかこう、答えを提供してくれる人が出てくると思うんですよね。うんうん、なるほど。実主制作映画を作るということは、単に儲からないどころか、うん、あの、作り、 生活自体が立ち行かなくなることはしばしばあるよということをもっと見える状態とか、として見えるる状態すべきだ結構、映画業界自体が結構ブラックボックス化してるところあると思うんで、もうちょっとオープンにしてもいいかなっていう、それ工業の形態とかそうですね、一つ、番組で前、疑惑ってコーナー出ましたけど、ヒットっていうじゃないですか。基本的に僕はその 公開されて、1週目とか2週目の土曜日の昼前に映画館見に行って、お客さんが満員じゃなかったら、その映画ヒットしてないと思うんですよ。で、そこでもうヒットじゃないなって思うんですけど、まあでもヒットって言っちゃうと、デスタ上映中、スマッシュヒットとあ言いますよね。で、なんかそこらへん、ぼやかすと、意外と専門学校とか映画学校の人って、夢見て入ってきちゃうんで。まあ なんていうの工業側っていうか、お客来てほしい側は、まあ、客入ってませんよとはね、まあ言,わね言わないけどもっていうのがあるだろうけど、うん、まあそこがちょっと、まあ、少なくとも作ってる側には伝わってもいいんじゃないかっていうそうですかね、ねあ<ー>やっぱりそこら辺はちょっと感じるところですよね、なるほどあと何かありますやっぱりでも、そのブログを書いたことによって、あのこういうまあ解決策とかあるんじゃないのっていう声は結構もらえたんですよ。うん、例えば何かかありますか 例えば一つはまああのー、まあある程度で割り切って普通の将棋映画みたいにして、うん、途中で宣伝から手を引くっていうのも一つの手段だろうっていうあのその作り手なんだからうん、うん、宣伝っていうのはまあある程度もう手,手放しにしちゃってはい、はい、まあそこに尽きっきりってもんだよね確かにありますよねとかありましたね、うん、なるほどなるほど、うん、本来はねその S.R. されたのは特に今回2からこう監督もおっしゃってましたけど一種こう かつてのプログラムピクチャー的な、はい、要は一クとトムが全国津々浦を旅して、えー、その土地土地でのなんかそういう騒動に巻き込まれていくじゃないけど、まあ狂言満視的にっていうのであれば、ほらプログラムピクチャーって言うからにはさ、はい、それは本当はもうザ商業映画なわけじゃないですか、すね、本来は。その会社が、大きい会社がこう定期的にお客を呼ぶためにやるものなわけだから、はい、本当はね、だからこれ、 松竹さんとかさ <laughs> って言ってるわけですよ、うん、今だってシリーズ途切れてるわけでしょっていういろんなそうですねねあの釣りばかも終わっちゃいましたし、はい、まあ当然音がつらい終わって長いしその後のシリーズねなんか国民的シリーズみたいなの作ろうとしてなかなかうまくいってないわけじゃないですか松竹とかね、うん、なんだっけ大沢隆夫さんのねなん,かなんかありましたよねなんか市場で働いてる人みたいな,なんかだけなんかそういうのうまくいってないんだからこれこれやんなよって思うんですけど <laughs> そういうもしそれで例えば松竹さんがじゃあ ぜひスリーからはもう小値区のもう正月第一弾としてつったらやっぱそれはオッケーですか。まああの来るものを拒まずであの本当に全国回りたいなと思ってるんでやりたいですよね。はい、う,んうんまあだからやっぱりあれですかねそのさっき日本映画全体が疲弊っつってたけど例えばそういうさなんかこういう話題になってる映画とかでも才能を見つけて何か投資しようっていう余裕ももうないし。 っていう感じなんですかね。やっぱり、どうしても安全な方に行きたがるというか。だって映画は山ほど作られてるんじゃないですか。で、僕らもね、まあこうサイコロで見に行ったりして、で、やっぱ、え、こんなのが <laughs> みたいなのはいっぱいあるのに、方 <laughs>、うん、や明らかに才能がある人が食えなくてっていうところに、やっぱなんとかなんないのかなっていう感じがするんですけど、少なくともこの企画、 この人が、あの、こっちの才能ある人が、どうでもいい態度で撮ったって、これよりもうちょっとマシになると思うよ、みたいな、ことってあるんですけど、うんうん、それはだからやっぱりそこに、目をなんか投資するような余裕もないっていう感じなんですかね。うん、やっぱりそのリスクを犯すっていうのは相当今大変なんじゃないですかね。ああ<ー>。うん、じゃあやっぱりその実施制作映画界の人々は、こう。 自分たちでこう自立というか、自助していくしかないっていううん、まあでもやっぱり、プロデューサーの中にも、新しい才能に敏感な人とか、もっと違うものを作りたいっていう人はやっぱりいるんですよ、うん、それやっぱりあの自分でブログ書いたことによって、そういう人にも会えたので、あそうですか、そこの希望はね、まだ捨てたくないというか、ああ、じゃ少しずつやっぱり、それは、わざわざ書かれた動機っていうのは、やっぱり、ス構成というか、後輩、これから同じ道行く人に、もうちょっとましな状態を作ってあげたいみたいなことですか。うん、少なくとも自分の 映画の助監督とかやってくれてる子が、うん、これを一つの成功、まあ、パターンとして見て追いかけると、はい、ちょっとまずいことになるよっていうのが、結構身内に向けて書いた部分が大きかったんですけど。ああ<ー>、うん、やっぱりその、ね、成功、一見成功例なわけですもんね。うん、一見というか、成功例なわけだから、はい、作品的には。なのに、これを何も考えずについてこられちゃうとっていうことか。うん、そうですあとはね、あのまあ、一般的に言うと、お金が、は 入った映画はあんまりお金のことは言わないというか、ほうほう意外とあのそう盛り上がってない映画のがそが、その興行収入は良かったりしますよね。えどういうことですか、それ。うん、なんですかね、やっぱりさっき言った、その、相田監督とかも、うんあの、やっぱりあの人、すごいクレバな人なので、はいはい、ちゃんとそこの回収のところとかを作ってるんですよ。<ー>あの海外の,そのセールスやったりとか、日本でプロモーションするんだったら、選挙、 がちょうどある時に映画の上映をぶつけたりとかっていう、そういうノウハウを、ね、もう少したぶん共有したら、実習映画の人もよくなるんじゃないかなと思っていて、なるほど、うん、まあ収入を確保するこう手段というか、考え方みたいな、ねうんうん、じゃあ、頑張って作ればいいってわけじゃないよみたいなところを、ちゃんとこう、うん、でもまさにこれ、だから今、ないところに相談して、そういう道筋を作ろうとされてるってことですね、入イ江イさんの いつも見た俳優さんが出てて、はい、なんとなくお決まりのコースの映画ばっかりじゃつまんないじゃないですか、はい、もちろんそうですね、なんか、一つ、文化のなんか、豊かさっていうのは多様性だと思ってるんで、うんうん、それこそ千曲監督の今、僕はみたいなのが、はい、もっと公開されてもいいと思いますし、そういう映画界であってほしいんだと思うんですけどねさっきちらっと言いましたけど、それって例えば、国がもっと金出す、なんか助成金じゃないですけど、そういうのがあれば、何か解決したりすることなんですか、それは、それともそれは。 そういいことじゃな個人的には国には全然期待してないんですけどね。まあ、千曲さんはあくまで、まあ、文句として、はいあの、本当は国がこういうのは支えるべきなんじゃないのかみたいなことは言ってましたけどね、うん、フランスとかはまあすごいそういうのやってると。でもね、埼玉のラッパーって、これ、埼玉県で全然応援されてないですからね、あそうですか、<laughs> ね、それ応援して、まあね、ちょっと下げたりもしてるから、<laughs> あれだけど、本当は、うん、でも、そういうのがあれば、だいぶ楽になるんじゃないですか、まあ、あったらいいですけど、そこに、まあ、期待してもね、毎、ま、年、あ、たいこう、選挙。 選挙のたびに買ったりするじゃないですか。はい、まあまあそそうです、そ政権も買ったりするんで。はいはいはい。そのたびになんかそういう活動してるのもめんどくさいというか。ああ<ー>、うん、なるほどね、はあはあ。ということで、まあちょっとじゃあいろいろお話伺ってきましたが、あの、とはいえ、その、ニューヨークまでさ、届いてニューヨークでバカ受けって、俺はすごくさっきの話すごく嬉しかったんですよね、はい、要は、えっ、ー、と、一日本ラッパーとして、これが日本人がラップやってるっていうだけで、 特にアメリカ持ってったときに、普通にこう、ただ嘲笑の対象になったりしやしないだろうかと思って、それがすごく不安だったんだけど、さっきの話だとすごくあの盛り上がって,って、はい、で、しかもあのブロンクス行って、ヒップホップ発祥の地まで見てきたってい言ってました、あの人、熱狂的なお客さんが、俺がなしてやるよって言って、連れれててってくれたんですよね、はい、それアメリカの人、アメリカの人が お,のお前らをヒップホップの始まった場所に連れてってやるよ。てってってで、ブロンクスですかじゃあ、サウスブロンクス。サウスブロンクスのクールハークがイベントしたところに行って、はい。で、もう今住んでないんですけど、はい。そこにいる現地のおばちゃんとかが、いや、そこの,あの出入り口でお客さんが溜まっててね、なんて話をしてくれたんですよね。すごいですね。すごいですね。本当に、だからさっき言った、あの、半径1メートルで、に、あの、仲間たちというか、その、届くかなっていう声が、本当に、その男まで届いちゃったっていう。うん、そうです、ね。あの、 国際版のタイトルは8000マイルっていうタイトルなんですよね、はい8あの。8マイル。8マイルの、まあ、8000倍みたいな。はい、それみんな分かってくれてるんですか、そのシャレは。シャレでも分かってると思いますけどね。あ<ー>一応、はい、Google マップで調べたら、その8000ちょっとマイルだったんですよ。ああ、ちょうどいいじゃねえか。埼玉からアメリカまでが。はいはいはい。やっと届いたっていう考えはありましたよね。なるほど。やっぱね、じゃあそこまで、あの、こう、なんていうかな、その作品の力にこうさくっついて、こうくっついてとか、押されて、あのー、来てる作品だから、やっぱ、 この2も含めて、ちょっと、なんとかなってほしいんですけど、ちなみに、えっと、入江さんが、自作を、次回作をね、取れる、なんかこう、メドっていうの立ってるんですか、はい、今、一応企画を作ってはいますけどね。それっていうのは、やっぱり完全自主体制ですかえっとね、両方をですね。両方あの、その、人のお金で作れるような企画ももちろん今作ってますし、はいはい。ただ、それは今自分で脚本を書かなきゃいけないので、脚本できて、どのくらい、その、まあ、 直しがあって、うん、いつ取れるかは分からないですけど。ということは、まあ、差し当たってはやっぱりその、例えば、こうしてほしいみたいな、こうしてほしいってことはないけど、うん、例えば、DVD やっぱ買ってくると助かりますよとか、サントラ買ってください、あとね、埼玉のラッパーだと小説版が最近出たとか、意外とね、あのー、その小説の方が僕にはバックが大きかったりします。そこら辺も、ねあのー、なんか不思議なんですけど、うん なんですかね、映画ってやっぱりいろんな人がこう間に入って見せるっていうことをするので、うん、どうしてもあの間にいろんな,なんかファクターが入ってきちゃうんですけど、はい、小説の方がやっぱりそこでは、うん、あ<ー>ダイレクトに返ってきたりしますね。なるほど,なるほどただやっぱり映画は映画館で見てほしいんで、あまあね、うん、その今、「埼モラッパー2」公開してますけど、はい、踊るとか始まって。 ちゃっっててるんででですすけどやぱ映画館で見ほしいですよねこれ、まあ、ちょっとあんまりね、ぶっちゃけそういうこと、今、高齢で聞くのはあれだけど、どうですか、調子は。調子今、今、やっぱり新宿のバルトナインは頑張ってますね、でもやっぱり地方行くと、ちょっとまた難しかったりねやっぱりどうしてもあの情報が届かないというか、はい、で特に埼玉のラッパーって、ローカルを舞台にしてるんで、2>, はい、2も東京じゃなくて、ちょっと離れて、群馬県に行ってるんですよね。その地方で あのまあこう生活に根ざしながら夢を追うってできないかなと思って、シリーズ化してるんで、うん、はい、なんとか地方に届けたいんですけどねあの。2はさ、1のさ、なんていうかな、本当にそれこそ夢、別名、呪いじゃないけど、はい、あの結構、ここではないどこかを夢見るさ、ところでガツッと終わってるに対して、すげえ地に足がついた着地になってるじゃないですか。はい、だからよりこう なんていうかなよりポジティブだし、はい、あし、より広く、広い層が見て楽しい映画になってるとは思うんですけどね。もそれはやっぱりあの、埼玉のラッパー1で、全国回った経験がでかいんですよ。というと、ん。最初に行った大阪で、うんあの、感想を言ってくれた女の子とか、苫小牧で酒を飲ませてくれた支配人のおっ、はい、さんとか、うん、あと、まあ、韓国とかカナダとか行って、お客さんと対話したことで、はい、やっぱりそこでこう生活しながら、なんかやりたいことを追いかけてる人って。 っっていう無数の人に会ったんですよねはい、はい、その人たちの声がやっぱり反映されてるからこそーが作れたと思ってるんで、なんとかやっぱそういう人たちにね、少しも届けたいんですけど、ね。ってことは、本当はね、地方でこそ見てほしいのにっていうことですよね、ねまあこの番組はちょっと、えー、東京ローカルというか、紹介会ですけど、まあ、当然、ポッドキャストでこれ聞いてる人もいるだろうから、やっぱ、あれですね、ちゃんと,と周りの友達誘って見に行けよとかっていうことですかね <laughs> いやでもあののの大阪の女の子がね。 嬉しいですよ。今でもね、ちょっと思い出すと涙ぐむぐらい嬉しかったですよ、ね。ああ、そうですか。うん、うん。今頃は多分ね、あの、よっぽどな挫折してやがりますからね。<laughs> 今頃はもう、号泣名にね <laughs>、うんな、なっててかねないと思います、ね、多分ね、彼氏と別れてね、あの、忘れてるかもしれないですよね、もう。<laughs> <laughs> そういえば、なんつって。<laughs> うん、はいはいはい。まあじゃあ、まずは、まあ、とにかく差し当たってはちょっとね、今公開中、SR 最多のラッパー2、えー、女子ラッパー、傷だらけのライムを、見に、今すぐ見に行けと。<laughs> ぜひ。 うん。もうそこから以外では何も始まらないですもんね。まないですね。これ、だって、続編は当然考えて。十七都道府県やるつもりで。いくつになってんだったですよね。<laughs> いくつにたでいくつになってだんだったすよね。ただ毎回勝負なんで、やっぱりその、毎回結果を残さないと。やっぱり今回の、その SR の2が、2> はい、その、微妙な結果だと、まあ3は難しいかなって感じ難しいですよね。 あら、うん、ちょっとこれ、みんな、我々も、あの、AKB の総選挙ぐらい、ちょっと、あの、突っ込み区で、<laughs> ガンガン突っ込む気で、応援していかないといけないっていうことになるんですかね。うん、でも、あの、今日の、新宿バルトナイン、はい、あの、上映の会、拍手が起きたらしいんで、あ、えー、は,いはいはいはい。ぜひ、あの、ああいいね、映画体験をしに来てください。そうなんですよね。あの、当然、会によって、その、周りのいるお客さんのムード、全然違ったりするけど、うん、やっぱ、時に、そういう当たりの、そうですね。あの、当たりの連中の時だと、やっぱ映画って、 あの埼玉に限らずですけど。 いいですよね、何にも変え難いですよね、その拍手が起こる瞬間とかそうですね、あと京都もやっぱ、しねコンでやってるんですけど、上一に虫が入ってたとか言ってましたね、上一に虫がいたってああ、それはあんましくない拍手でとかそれも一つの映画体験でいやいや、それはそうなんだけど、拍手、やっぱプライマックスでみたいな感じですかやっぱ最後で起きたって言ってちなみにニューヨークの連中、一番上がるとこどこだったんですかやっぱね、笑いは日本と同じで起こってましたね。 上映始まった時に、はい、ラッパー1の時の MC 行くとトムが出てくるんですけど、もう1見てるから、うん、おおみたいな声が上がってて、うん、<laughs> いいなぁ。いで、ね、い,いなでもそれはまさに僕らが見てる時に思うことだから、うん、はい。あの、じゃあぜひですね、あの、とにかく、でも2から見てもいいんですよね。あの、2から見ても大丈夫なように作ってます。はい。はい、なので、あの、まずこれ聞いた人はぜひね、あの、SR サイドのラッパー2見に行ってくださいということで、あとは、まあ、 なんか解決策のなんかシステムがだんだん出来上がってきたらその都度なんかもうし心配なんであの教えてくださいみたいな感じですかねはいはいあの後に続くこのためにもええー、入江監督頑張ってくださいえということでここらでいったんじゃ CM です はい。ということで、えっ、ー、と、入江優香の時にずっとお話を伺ってきたんですが、ここで、えっ、ー、と、なんと、SR 埼玉のラッパー2の、えー、キャスト、お二方&、えー、釣りラッパー、テックさんに <laughs>、すいません、ね、テックさに、乱入していただいてますあ、じゃあちょっと自己紹介をサクッとお願いします。どう <laughs> お願いします。えー、ソープ上ラッパーのまみん役をやりました、桜井ふみです。はい。よろしくお願いします。お願いします。えっと、峠の走り屋ラッパー、工藤をやりました、加藤まゆみです。よろしくお願いします。はい。あの、1では釣りラッパーで出てます、テックなんですけど、今回は、2で、えー、は、 フィッシングシーンありましたっけ釣り人が出てたと思うんでああそっかそっかはいはいはいあの辺の演出を監督から投げられて釣りの演出衣装費がなかったんで釣りやっぱテックの持ってる自前の衣装を借りて来てもらったというああなるほどなるほどということで b ハックのね5分の2に来ていただいてますけどあのねえインストアライブとかやって っててたたりするんでしいい <laughs> らせていただきました。あ,あの,斉のラップはちょっとねおかしいよっていうのは <laughs> の <laughs> 俳優さんにインストアライブっておかしいんですよ <laughs> ねそういうあ,のあちこちそのラップやらされたりする宣伝はどうですか大変じゃないですかいやもう慣れました最初はなんでそんなことやんなきゃいけないのみたいななかったっすからって最初スケジュールに HMV インストアライブって入ってて <laughs> 私たちいつミュージシャンになったんだろうと思ってや, <laughs> やったんですよね,ねびっくりしましたイインストラブって プロの、で俺とかでも一番きつい場ですからね。<laughs> 何やらしてんだって話なんですけどね。そうですね。でも横浜とかでやった時はすごいアウェイでしたよ、やっぱり。<laughs> はい、で、釣りだっパテックが、はい、やっぱ横浜海があるんだアウェイだとかって言ったら、それがニュースになっちゃって。何すかそれ結構ね、<laughs> うん、あの後。 何言ってんだみたいな。あ、ちょっと横浜でいいすか <laughs> この野郎みたいな感じになっちゃって。やっぱ横浜はちょっとウェッサイなね感じにりますから。でね。はい。いやでも素晴らしかったと思います。あの、どうですかあの、今ずっと入江さんがね、お話伺ってて、そのキャストの皆さんも。 大変っていうか、ちゃんとギャラもらってますえあ一応。2は上げてるんですよ。2ははいはい。でも、1がやっぱきつくて、うん。あの、やっと、いくとトムが仕事もらえたりして、あ、の、ね、あの、伊藤さんのあれで、あの、国歌舞伎。国歌舞伎ね、出てたりとか、すごい嬉しい話ですよね。作曲家の与崎大成もドラマのなんか、音楽、あうん、披露したりとか、はい。ありがたいですね。評判とかどうですか、この作品の。いや、もともと1がすごい評判良かった。 で、でそのファンの方とかやっぱすごい喜んでくれると嬉しいですよね、はい、やっぱりねえ、はい、どうですかめちゃくちゃ応援してくださる方が、はい、いやもう期待値ものすごい高かったですからね <laughs>、はい、それプレッシャーなかったですかだってありましたねすごいだ自分も大好きな作品だったのではいおーおーおおおと思いながら、うん、参加してましたね,ねでもすごい大変な、はい、あのクライマックスとかもうやっぱ相変わらず見てるだけで辛くなるような緊張感のシーンを見事やられてて、はい 後ろ障子の,の後ろでサッカーちゃんと二人でブル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 震えてましたはいはい、ね、あと加藤さんのね <laughs>、まあまあ、怖い役じゃないですか、はい、今回の今回の感じ悪い役です,、ねそうですね、だいぶ、ね、ドガンっていうねイスゲットバスのとかはい、はい。から 怖くないかなと思ったんですけどやっぱちょっと怖いな怖くないですただやっぱ劇場とかで声かけていただくんですけどちょっと怯えて声かけてですよ絶対それそうですよちょっと怖いよね工藤さんとか言われてねえ年下なと思うんだけどなと思いながらでもそういうね直接フィードバックがあるような宣伝活動を続けられてぜひマジでヒットマジでヒット えー、祈願っていう感じですかね。はい。えー、じゃあちょっと情報ですけど、SR 埼玉のラッパー2、女子ラッパー、キズラ家のライムは、えー、新宿バルト9、えー、横浜ブルクー13、ほか、えー、全国の劇場で順次公開です。DVDSR 埼玉のラッパー、DVD アミューズソフトエンターテイメントより税込み3990円で発売中。そして、えー、こちらが一番入江監督の、えー、入りがいいそうです。<laughs> <laughs> SR 埼玉のラッパー、えー、入江監督、自らノベライズした単行本が大田出版より発売中、税込み1258円。そして、今チロットバックも流れてますけど、ツーともオリジナル ドットラック発売中これ劇場で買えるんですかね、はいえー、税込み2000円これはあの私もあの太鼓板をしているサントラなのでぜひ皆さん購入してください、えー、ということで入江、えー、監督はじめ SR サイトのラッパーチーム、えー、皆さん、えー、ありがとうございましたこの後は島マオさんの登場です